とりちゃん。好きなのかな？気が合うよ。私はケーキを入れようかな。
置いてきぼりなんてひどすぎるよ。そんな一言で許すとでも。アトリちゃんとは話できたの？自転車が犯罪者になってたり、ただいま。ただいまです。たった今、お帰りくらい言ったらどう？何寝てたの？寝るんだったらテレビの電源くらい消しなさいね。ちゃんとしたとこで寝ないと風邪ひくですよ。え、なんで？ここにいるじゃない。買い物とかね、その他いろいろ。はい、これ。秘密ね。ねーです。のー、見ちゃダメ。ないけど。はい。どう？かわいいでしょ。ブラウスでしょ、スカートでしょ、リボンでしょ。欲しい？姫ちゃんのでも嬉しくないっていうの？ご挨拶。はいです。改めて今日からお世話になりますです。高坂姫子です。姫ちゃんの部屋どうしようかしらね。お姉さんと一緒に寝る？姫、カズマさんの携帯ですから、カズマさんと一緒じゃないとダメですよ。じゃあそれでいいか。姫ちゃんがこう言ってるんだし、あそこ片付けるのめんどくさいのよね。なんでそんな嫌がるですか？カズマさん、姫はもういらないですか？カズマ男の子だから一人で落ち着ける環境も必要よね。ですからここにいるですよ。
信じてもらえるですか？ほらほら、アンテナだってあるでしょ？はいはい、カズの気が済むまで付き合ってあげるわよ。ストラップだってあるですよ。いい？振り向いて微笑んでも心だけ。何するですか？電話切れちゃったですよ。カズ、切れちゃったけど見つかったの？聞こえてる？はいはい。振り向き。あう。カズ、ひょっとしてわざと切ってる？電話取るときはここです。ここを押してくださいですよ。次切ったらお仕置きだからね。さあドーンと来るですよ。振り向いて、あれ、姫ちゃん、これからいいとこなのにもう歌うのやめちゃったの？通じた通じた。もしもし。それでカズ、携帯はあったの？ああ、そっか。で、どうだった？変です。じゃあ本当に携帯だったのね。カズマさんは信じてもらえたですか？そんなじゃないですよ。カズ、人の言うことは信じなきゃダメよ。それじゃあカズ、姫ちゃんのこと任せたから。カズマさんのお部屋にお厄介にならせていただくですよ。いいじゃない、双方合意の上ならいくらでも。
はよう、カズ。今日はパンにする？ご飯にする？それとも、あたし？ごめん、まだ炊いてないわ。あ、これ最後。もう、まだここにみずみずしいお肉があるじゃない。霜降りよ、霜降り、最高級じゃない。おはようですね。おはよう、よく眠れた？は？じゃあ先に食べてよっか。ここにみずみずし。これ何ですますか？その通り、姫ちゃん物知り。はいです。だってだってなんだもん。だから何ですか？チビ？チビって何ですか？チビはなんじゃないわよ。お姉さんよ。もうチビちゃんダメじゃない。私のことはお姉さんって呼ぶように言ってあるでしょ。はいです。姫はうっかりしてたですよ。もうこのうっかりさん。任せといて。ただいま、とてもゆとりのある投稿時間です。ダメだよ、遅刻しちゃうの。カズくん、ダッシュ？ないもん。
私そんなに遅くないもん。いいよ、よーい、ドン。カズくんの意地悪。カズくんのせいだもん。カズくんのせい。カズくんが走らせたからだよ。Thank you.
ちゃんかな。ほら、赤信号なのに渡ろうとするな。そうだよ、赤信号渡る子は悪い子なんだよ。しないでさっさと行くのだ、アク。どうして？私カメさんじゃないもん。確保。わあ、捕まっちゃったね。大変、遅刻しちゃうかも。はい、しばらくここを動かれませんようお願いいたします。ご安心を。お嬢様からの命令は御身の身柄の確保ということですので。15分。